2月28日、1日の取引が終了しました。日経平均株価は4営業日ぶりに反落しております。昨日と比べて321円62銭安の 22,068 円24銭で大引けとなりました。トピックス東証株価指数も 22.10 ポイント安、JPX 日経400も 211.54 ポイント安とそれぞれ下げました。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 33%、679銘柄。これに対して値下がり銘柄数は約 64% の1326銘柄でした。トピックス規模別株価指数もいずれも下落。大型株指数がマイナス24、中型株指数もマイナス22ポイント、小型株指数も10ポイントとそれぞれ下げておりますが、今日は大型株ほど下げが大きかったという形です。小型より中型、中型より大型の下げがきつくなっております。全体的に大型株に海外投資家などの売り注文が優勢となって全体が押し下げられたという形、あるいは先物に海外投資家などの売り注文が出て日経平均採用の大型株などが売り込まれたという動きでもあります。商いはやや多めと言っていいでしょう。月末ということも影響した可能性があります。売買高は15億4200万株余り、売買代金は2兆9369億円、もう少しで3兆円というレベルに膨らんでおります。最近としてはやや多めのボリュームになりました。大引け間際まではそれほど多くはなかったのですが、やはり大引けで一気に商いが増えたということで、月末特有のポジション調整に絡んだ売買が増えたというふうに推測されます。今日は日経平均朝から下げて始まりました。昨日のニューヨーク市場でダウ平均が大きく下げたということが東京市場にもそのまま響いた形です。アメリカではパウエル FRB 議長の議会証言を受けまして、全体的に利益確定売りが優勢となり、ダウ平均も4日ぶりに反落。これを受けて東京市場にも主力の銘柄、輸出関連、景気敏感株中心に海外投資家などの売り注文が優勢となりました。日経平均前場の段階、朝方の段階では比較的小幅な下げにとどまっておりましたが、今日の前場の中頃に日銀が国債買い入れオペの減額を発表したということを受けて、為替がやや円高方向に触れて下げ幅が拡大、さらに5番に入りましてからは一段安となりまして、大引けでは下げ幅拡大で今日の一番安い水準で取引を終えたということで321円安となっております。この結果、2月月間では日経平均1000飛び30円5000安 4.5% の下げとなりまして、イギリスで EU 離脱を決める国民投票が行われた2016年6月以来1年8ヶ月ぶりの月間での下落と大きさと下げの大きさということになりました。こういった中で今日は景気敏感株、輸出関連株など大型株中心に下げましたが、売られた銘柄ではヤフー4689が 7% を超す下げとなって目立ちました。アメリカの金融情報誌が大株主がその保有株を売却する予定だというふうに報じたと伝えられまして、需給悪化が懸念されたという動きであります。逆に上昇した銘柄は7717、V テクノロジー、こちらが商いを伴って 10% を超す大幅高となり、分割を考慮した実質で最高値を更新しました。一部国内証券が強気のレポートを出したということに加えまして、昨日発表されました直近の信用取引残の動向で取り組み妙味がさらに高まったという見方も買いを誘った面があります。以上、今日大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。